三成、お前さんの最近の働き目覚ましいの。わしゃ嬉しいわ。そろそろ大きな領地をやらんとの。どうじゃ、欲しい国はあるか。恐れながら領地はいりません。願わくは秀吉様のおそばで政務を執り行いたく、領地は前線で常に体を張っている清正や正則にお与えください。意欲のないやっちゃの。私を厄介払いなさろうとしても無駄です。これからも小言はきっちり言わせてもらいます。おねね様からも頼まれております。九州で浮気をしていないか監視をしてくれと。三成、出陣じゃ。島津倒して九州統一するで。秀吉は小牧長久手の戦いで家康を撃破。だが三成の胸には家康の底知れぬ強さが鮮烈に残った。秀吉も三成と同じ考えだった。勝者にもかかわらず和睦を提案、家康を傘下に取り込む。脅威を除いた秀吉は本格的に天下統一事業を推進。四国制圧後、朝廷より豊臣姓を賜り、豊臣秀吉と名乗る。天下人秀吉は次の狙いを九州の島津家に定めた。三成もまた勇んで九州征伐に同行する。豊臣の世を作るため三成はただ前を見ていた。それが小さな亀裂を生んでいたとは知らずに。理想の将、九州征伐。なんだ二人とも、新規成果をしやがって。いつもの元気はどうしまった。聞いてくださいよ、最近三成が俺らのことガチ無視って感じで。俺たちはいつも三人で戦ってきました。でも最近の三成は秀吉様のそばを離れない。そして自分の命令は秀吉様の命令、そんな口ぶりで話すんです。だからもう喧嘩するしかねえかなと。思いっきり殴りゃきっと分かり合える。そうすりゃいいじゃねえか。てめえらの喧嘩に俺の許可なんざいらねえよ。でも喧嘩しても分かり合えない。そんな時は利家殿だったらどうしますか。前にも言ったろ、そんな喧嘩で壊れる友情ならそれまでってことだ。お前たちは三成のこと信じてやれねえのか。信じたいです。でもじれってんだよ。さっさと喧嘩してこい。俺の目が黒いうちは何があってもうまく丸めてやる。だからやってこい、気が済むまで。利家殿、ありがとうございます。思ってたより溝は深いかもな。が俺がしゃしゃり出られるのはこれぐらいだ。
さて、この喧嘩が吉と出るか凶と出るか。まずは橘山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃。一刻も早く橘山城を救援するんじゃ。城を取り継いだ時は何しそうだな。早くもな、神谷の準備ができておらん。さあ、うん、行けない。を撃てば秀吉様の天下はほぼ。俺の役目はその先を考える。随分飛躍するんですね。あんたの心配すべきはもっと身近なとこだ。味方本陣と敵の砦が近いの。疲れるように対策を頼むわ。だが、まだ生きている者もいる。彼らを助けると、またやり直せず、立ち上がる。それでこそ、わしの清正じゃ。止めるな。
最後の取り合いは勇者天使を上回にしてゴールどこまで預かる。圧倒的な負け戦。
地獄よ。正念場だ。皆、奮起せよ。秀吉様の天下のために。清正は九州に、政徳は四国に行け。秀吉様にそう仰しておいた。そのうち沙汰が出るだろう。
これで家康に対抗できる力を持てるはず。頭で勝て！てめえはいつもそうだ！なんで勝手に決め上がる！なんでいつも一人や！三成、なぜ俺たちを秀吉様から引き剥がし地方に追いやった？俺たちのことがそんなに信じられねえのか！俺たちになんで一言言わねえんだ！なんで！三成、俺たちは結束しなければならん。皆で歩調を合わせねば豊臣の家は支えられん。もちろん家康殿とも。俺は家康とは組まぬ。家康と組むぐらいなら一人で秀吉様を支えてみせる。わかった。三成、俺たちは俺たちが思うやり方で豊臣の家を守る。お前がもしその邪魔をするのであれば俺たちにも考えがある。